はい、じゃあ続きやっていきます。前回攻略ね、ゴビバレ砂漠と取り逃していたフローズズン山のジグソを取ったんやけど、この今思ったフローズズン山のね魔女スイッチのジグソを取ってなかったのはそれから回収しようと思います。それなんですけど、今回ターボシューズね、前回と習得ねスキルしたの でこれでやっと取れることができます。じゃあ取りに行きます。でこのスイッチを押すとジャンプ台が出るんですけど、12秒しかないんですよね。でそこを急いでターボシューズで行きます。マジギリギリだよね、危ねえ。じゃああそこに、ね、上側にあるので取りに行きます。でこのねあのジグソの取り方もね、普通正規な方法とね裏技みたいなのがあるので、またそれも動画で投稿するのでぜひ試してみてはいかがですかね。やってみてください。じゃあこの上はね、この上に空いたのでジグソを取ってきましょう。いい声で終わりやね。よっしゃ、7個目結構集まってきたぞ。ちょっとこのイーガーボーガーも回収。よし、じゃあ次のステージやね。次のステージどうやって行ったっけな。いや場所はね分かるんやけど、ジグソをはめるやつどこやったっけなってちょっと結構忘れてきてる。じゃあこっちやったかな。あ、そうやね、ここにあるから450余裕です。はい、どうもどうもって感じで、でさっきこっち行こうかな。こっち確かあれがあったよね。実は鍋がいるんですよ。で何、あ間違えた、ちゃうちゃうちゃう、操作か、こうか。よし、そうすると緑色のやつが出てくるんですよね。また新しいやつが出てきたんですよ。何種類おるねんって話やね。でさっきこっち行こうかな。こっち側に確かブランチルダが、ブランチルダ、ブレンチルダがいるん でブランチルダ、朝ごはんはドブネズミのドーナツよ。リンダリンダが始まるんかな。普段のディナーはナメクジのシチューなのよ。で食後のデザートはゴキブリ&クリーム、サバ&クリームみたいなこと言うな。で毎度おなじみエネルギーを回復してくれありがとうって感じやね。もうこいつ体力回復とできないやったらもうちょっとおってほしいけどな、そばにパーティーとして。わざわざおらんでもな、そこに。じゃあ次のステージの扉開きに行きましょうかね。確かこっちやったかな。でこっち、あそこにジライヤさんがいるんでちょっと無視しておきます。だいぶ進んできましたね。で変な魚がいるんですけど、そいつも無視しておきましょうかね。イーガーボーガンだけ拾っときます。よし、でここやねんけど、もうトラウマな場所ですよね、この上が。また後々のステージなんですけど、マジトラウマなんですよ。多分バンカツしたことある人やったらもう100人に聞いてて100人が多分トラウマって言っちゃうから、多分してへん人、今回のねオンライン、任天堂オンラインでね初めてする人とか多分楽しんでくださいね。ここトラウマでもうわーってなりそうな感じの人多いんじゃないですかね。そこでもなんかちょこちょこねバグ技みたいなのがあったりするんで紹介できたらなと思います。でこの先進んでいくとちょっとまた開けた場所に出ますね。そうするとまた魚がいるんで無視しておきましょう。こいつね襲ってきたりするんですよね。でこういう風にね登っていきます。でこいつね、下の魚ね、あのおけつ爆弾倒せる、あおけつ爆弾じゃない、おけつ卵で倒せるかなといつもね思ってたんですけど、実はバスターでも倒せるみたいですね。それ初めて知りました。前とあるあの別の方のね動画見てたらあったので知りました。まあそれは置いといて、じゃあ進めていきましょう。あ、また落ちるか、あ、大丈夫。でここやね、なんかパイプオルガン聞こえますね。マッドナイトマンション、
このステージめっちゃ好きやけどめっちゃ怖いんよな、ほんまに。ちっちゃい時怖かったもん、マジで。一人でできるかなって感じやったから。でここら辺からほんまにステージがね、水になるんですよね。で、変な触手があるんで、ちょっと無視していきます。はい、じゃあステージのね、前まで来ました。結構不気味ですよね。こういう風にお墓ばかりなんですよね。ちょっと不気味な雰囲気さらし出してるんですけど、まず最初にこっち上げときましょうかね。でこっちの方行くとまた変な建物があるんですけど、あそこ入れないですよね、まだバンジョの大きさじゃっていう話なんですよね。多分この感じの流れが全然前回かなにあったんちゃうかな、ブクゲコン沼らへんで。じゃあ続きというかマッドナイトマンション攻略していきましょう。さあやってきました、不気味な雰囲気。もうやばいぞ、ここゾクゾクするで、ほんまに。ほんまこういう曲マジで好きやね、ほんまに。でここ窓ガラスあるんですけど壊せるんですよね、光ってるところは。こういうところもね中入れるのでしていきますね。ここでまたああいう出てくるやつがいるんで倒しておきましょう。特に何もなかったか。そういや、でこいつも同じカノンタイプなんで、ワンダーウィングで倒すことできます。でここ扉も壁壊しておきましょうか。で入ると変な幽霊がいるんですよね。そうするとまあ行こうって言ったら起きて、眠りを妨げるのは誰？ゾゾ、私はナッパー様だ、ゾゾ。この部屋の床をゲシゲシするからこそこそ忍び込んでもすぐに分かるんだ、ゾゾ。ゾゾがもう口癖の人がいますんで。でちょっとここら辺の音符もだけ取っとこうかな。どうやって取るのかな、このジグソーな、ほんまに。こいつはあれ、ね、ダメ取れんぞぞ、目覚めたナッパーから宝は取れんぞぞ。いかついやつがいるな、こうは。不気味すぎやわこれ。ちっちゃい子ほんま怖いと思うねんな。進めていきましょうか。さっきどこ行こうかな、いろいろありすぎてね、どっから攻めようって感じなんですよね。まずこの建物から攻めましょうか。で音符も取り忘れなく。でちょっとヒーヒーコウモリが鳴いてるんですけど、ちょっと無視して行きます。はい、歌っぱのコウモリですね、こいつ。でここら辺も入っていきます。でこの下がここ何かもあるんですけど、バンジョー通れないんですよね。で取れるやろって話やけどね、ここまで来たら。じゃあまたここを後ほど置きましょうか。じゃあ次はどこ行こう。ここはもう一個しかぐらいなかったけど、あったあった。でここでトイレがあるんで。おい、俺は六甲だ。お前デブすぎて流れないじゃねえか。ってことででかすぎるってことで、またちっちゃかったらなんか入れるって形のフラグがね立ったので、まあ別にフラグね立てんでもいけねえけどね。この辺
絶対初見の人とか分からへんと思う、マジで。まあ、それが醍醐味やけどね、分からへんのを探してっていうのはゲームの醍醐味やけど。ここは自由に難しいよな。滑るから、数え出ししたいけど登れへんのやな。これ多分あるあるやね。ジャンプした後、あ、さっき助けたわ。で、ここら辺の奥の忘れず回収しましょうか。おい、何度ちんねん。カメラが。これプロコン操作にだいぶ慣れてきたような気もするけど、やっぱまあ慣れへんな。ショーンプも取って横に窓があるんで壊しておきましょう。そうするとポンプ部屋があるんで行きましょう。こいつクランカーの洞窟にいた時は普通にカエルっぽいやつやったんですけど、こいつ骨になってるんですよね。なんでやねん、倒せやん。こいつにやられるってより炎にやられてまうから。でここら辺は何もなしで、音符の取り忘れもなし。じゃあ次反対側やね。でこの上に何かですよ。で、この神社を隠れてるんで、行きましょう。で、このお化けいるんですよ。こいつの倒し方は、ワンダーウィングなんですよね。ちょっと間違えました。これで倒せることができます。なので、今回、ワンダーウィング結構消費するので、結構、こういうところでね、集めときたいなというふうに思いますね。じゃあ、ちょっと煙突入りましょうか。でここから落ちると実はここに降りてくるんですよね。いい願望があるけど火に当たりながら撮りましょう。カメラが難しいけど、でここで椅子の上だったらギシギシ言わないんで、こういう風に通っていきましょう。そうするとさっきまで起きてたやつが寝てるんで、もう余裕で何しても起きないんですよね。じゃあこれを取りましょう。うとうとしてしまったゾゾ、宝を取られてしまったゾゾ、グランチルダ様に仕返ってしまうゾゾゾゾということで、当たり前だ、何してるんだって怒られるんで、お尻をお出しっていうお仕置きされるんですね。グランチルダの顔のところにいたぞ。おもろいな。じゃあここも行けたんで次行きましょうか。一応この屋敷はとりあえずこれで終わりかな。じゃ次のところ行こうかな。まずはここ行こうか。うせやん、くそったれい。で神社が助けてって言うてるんで助けましょうか。これ緑色でなんか毒っぽいけどダメージは受けないですね。あーって怖いかな、声が怖い怖い。次に大事ですね。ここ扉あるんですけど、この鍵側からやったら開けれるんですよね。実はこの裏なんかあったっけ。いいな、ボーガンス28個集まったね、結構。まあ、こいつは無視してるかな。こういうふうにね、表側に鍵があるとカズイのやつで壊せるんですよね。じゃあ次にさっきこの樽のとこ行きましょうか。カメラがここ壊せそうなやつがあるんで壊しておきます。そうするとワインセラーというかながあるので行っておきます。でこれまたこいつがいるので倒しておきましょう。さっき神社の声したな。で多分どっか壊せたはず。ここやったかな、いなかった。あ、ここやったわ。ここも壊せるんで取っておきましょう。
こら辺でいろいろアイテムもあるんでね。確かこの1881ってあるんですけど、書いてるんですけど、なんかの何だかな、忘れたけど、なんかのゲームかなんかのやつだってなんか言い過ぎやな、うろ覚えとか全然知識ないからあれやけど、確か何かで表しとったはず。1881年、なんか何のゲームやったかな、この前なんか見たんやけど忘れた。まあええわ。じゃあ次やね、教会に入りましょうか。でここほんまトラウマなんですよね、ちっちゃい時の。何もいないと思うんですけど、こういうふうにお墓のやつがいる、あのお墓の墓石のね、敵がねいるんでね、これがめっちゃめちゃ怖かったんですよね。うっすらあの色がね濃く出てるんで、敵かどうかで分かりやすいですね。5体ぐらいかな、まあ、全員倒しておきましょうか、せっかくなんで。ここに全部倒したかな。でここにバンジョーとカズイのなんとかグラス、スタンドグラスだわ、なんとかグラスってあるじゃないですか、ガラスの名前、それの中には入れるんですよ。そうすると特にこれといったものはないんですけど、アイテム部屋ですね、まあほぼ全部あるから無視していくかな、もし足らんかったらここに取りに行くって感じやね。でここになんか壺があるんで、壺と言ったら消す卵やね、入ったんちゃうのさっき。ちゃうちゃうちゃう、操作が操作がよいしょ、ちゃうちゃうちゃう、下手くそか。サンキューって言ってね、サンキューって言ってくるんですよね。これも地味に怖いですよね。ちっちゃい時これ何言ってたか分からなかったよね。アホすぎやな、これ子供の時。サンキューも分からへんのかい。サンキュー。これ誰の声優だよ。声当て、SE 誰だよな、これ。面白すぎやろ。サンキュー。下手くそかって言ったから。よし。サンキュー。地味に平行やねんな、こいつ、この人で、全部入れるとジグソーを発見してくれるよね。で、この上に音符があるので取っていきましょうか。よいしょ、パイプオルガンとかの曲いいですよね。不気味さは増すけど。で教会があるんで、教会の上にどんどん登っていきましょうか。そうするとこの反対側だけ空いてるんで、そこに入りましょう。そうするとなぜか上に行けるんですよね。でここの端っこが取りづらい、持ちそうで怖いわ。おいヒヤッとした。じゃあこのてっぺんに行くとジグソーまで取っていきましょう。4つ目か、ぼちぼち集まってきたな。よし、こっちから開けれたか、開けれるな。でここ迷路になってるんですけど、ここお化けの巣窟になってるんですよね。マジでこれワンダーウィングなかったらマジできつい。進めていくよ。でこういうとこ音符があるからな、マジで取り逃し注意やね、ほんまに。でワンダーウィングなかったら避けないね、あの お化け倒せないんで、お化けを連れたままこういうふうにね、ジグソーじゃない、音符を取っていく形になりますね。で、あそこに神社を隠れてるんで、迷路の、あ、もう集まったのか、早いな。で、
まだ気持ち的に3匹ぐらいしか集まってへんと思ってた。でこっち側はイーガーボーガン、もう特に、あ、危ね、取り逃すところやった。こんくらいかな、多分特にないかな。じゃあ別の箇所行こうかな。で本命でこっちから行くのは正解だと思うけどね、あの入り口のところも。まあ行き方は何でもできるから、えっか。じゃあどうしようかな。マンボウで変身するのもありやけど、先に男女できるところやっていこうか。イーガーボーガン、イーガーボーガン、今の上にはイーガーボーガンおるけど無視して、でまた不気味なこのローマ字があるってことは、まだバンジョーカズイって打つんやけど、こういうのってようこそまじないボードの館へ。私はタンブラー、このジグソーが欲しければこのボードの謎を解いてみろ。ちっちゃい時分からへんよなこれ。まずローマ字バンジョーカズイっての分からへんから、大人だったらまあ綴りとかわかるけど、で氷の上に乗っていくよね。で、あぶねえ、こいつに当たる、あれ Z だよな、 N か Z かわからん、これが N か、あん JJJ で、このお化けぐるぐる回ってる、それは倒せないんで、ちょっと避けながら頑丈。あの Z ひどない、味方によっては N やで。さあ、あう当たるか、まあ、当たってもこの上に乗ったらスケートが再開できるんで。さあずーい、でこのグランチルダのやつを踏んでしまうとダメージ食らうんでね、踏まないようにしましょう。よし、一旦ロケて、アイイーク、アイイーク、カズイー、よし、はい、クリア。おお、このボードの謎が解かれてしまうとは約束だ、持っていけ。さてと、私は消えるとするか。かわいそうに、これでジグソー取れるんですね。で6個目、さあ行きますか。次は来るな来るな来るな、よいしょ、よし、ドンプとイーガンボーガン、イーガンボーガン回収。でこっち行こうか。でこれでやっと開けられるんですよね。どうしようかな、こここのままでもいけるけど、ちょっと後で行きますね。ここの方がまあ楽っちゃ楽やから。じゃあ先に教会の中入りましょうか。教会の入り方なんですけど、これも時間制限になってるんで急いでいかないといけないんですけど、ここやね、このスイッチを押してターボシューズで急いでいく形になります。これも14秒しかないという、マジギリギリ攻めすぎやね、ほんまにね。バンバンバン、まあ基本的に A ジャンプしたらまあ余裕やけど、前回のゴミバレー砂漠よりは余裕。するとでっかいパイプホルカーがあるんで行きましょうか。おい、登りたいんやって。おい、じゃ倒したるわ、来い来い、登ろう。ここもね、音符ね、取り逃し、取り終え、どんなんやね。取り逃しやすいんやね。来へんのか、ジャンプで来んなよ、よし来い、よし、これでもう余裕かな、多分もうおらへんかったはず、2匹ぐらいしか、確か。じゃあこれでね、次は
ホーム取ったら早くオルガンのとこだよね。本当この曲いいですよね、このステージの曲。パイプオルガンめちゃくちゃ合ってますよね。耳に残りやすい曲っていうか。で、ここでペダルの上を、ペダル使って上に行きましょうか。で、ペアのあれですよね。そうするとここにマスターハンドがいるんですよ。モーツハンド、パイプオルガンの名手、お前は我の演奏についてこれるかということで、こいつは来るんで、そいつの用押したところをバスターで弾いていく形ですね。特にこれといったあれがないから早送りにしようかな。ここなかなかやりおるわい、またチャレンジするかいって言うたらもう一回始まるんですね。このゴールドをやろうってことで、これで終わりやね。よいしょ、じゃあ上に行きましょうか。よいしょ。てかさっき一回押し間違えたけど。いや、バンジョが滑って押し間違えたもんだから。パーフェクト言いたかったけど、まあいっか。で、音符80個、多分取り忘れないはず。じゃあ次はどっちもあったはずやけど、食台に、うつや落ちるな、食台にジャンプパッドがあるんで、それで空飛びましょうかね。ジャンプパッドがあるんで、ジャンプパッドのところ行って空飛びましょう。で、ヘリっていうかな、ヘリのところに行くとクランチューターのスイッチがあるんで押します。そうすると右目にジグソが出てますよね。で、カメラの向きがよし、そうでヒヤヒヤする。うう、怖え。背中がゾッとする。いいかも、どうかも。よいしょ。行け、行け。よいしょ。で、ここにハニカムがあるんで、行きましょう。ふざけんな、オッケー。で、この下、高いんですけど、ここはもうバスターで降りると、ノーダメージです。これ下に来てたら、まああれワンダーウィングでね、回避したりすると思うんですけど。で、終わったんで扉が閉まる感じやね。もうこれである程度終わったかな、多分。じゃあマンボで変身しましょうか。この後ろとかは何もないね。この、あ、音符があった。これ20個使うんか、めっちゃ減るな。この上なんもないんかな。ワンダーウィングの羽だけ、金の羽だけ。じゃあ変身しましょう。さて、何に変身するのやら。お化けとか言ったら、まあハロウィン、ハロウィンって言ったらカボチャやね。あ、マンボ自慢のカボチャマジック、これで美味しいスープ作ろうかな。また冗談言い出した。
いや、わからん。次は本気かもしれん。じゃあ次、どっから行こうかな。ジグソーから取りに行こうかな。確かこちら辺に通れる道が あるんですよ。わかった。あ、こっちじゃないわ。迷路の横のこっちか。そうするとここに通れるんですよね。いいかも、いいかも。カメラが見づらい。でバンジョーとかやったらこうダメージ受けるんですけど、カボチャやったらこうダメージ受けないですよね。その茨の道はね、ここは多分バンジョーでもダメージ受けないはずです。じゃあさっきトイレから行こうかな。あ、トイレじゃない、ここか。ハニカムから行こうか。でこれでハニカム全回収。じゃあ次トイレで、お前はでかすぎるって言われたんで、ちっちゃいやつできたんで、じゃあ行きましょうか。でここに行くと、お見事、3210ってことで流されます。汚っ。で排水口の中の下水っていうか、あれあれ汚すぎる。でそこにジグソーがあるね。金の羽はえっかな。汚いところはもう出ようか。なんて汚い、信じられん、湿気汚れるから、うろうろするな。今回に関してはグランチーラに同意やな。じゃあジグソーなんやけど、実はここにあるんですけど、中からはもう入れるんですけど、上からじゃなくて取れないんですよね。この上にあったんですけど、実はジャンプしても届かないんですよね。上からじゃないと取れないっていう仕掛けになっています。あと11個音符あるけど足りるかな。なんか足りなさそうな気がしてしょうがない。で一回飛ばした場所に行きますね。で なんでこれで行ったかと言いますと、こいつやとダメージ食らわないんですよ。なのでこっちで行きました。じゃあ本登れるよな、うん、ジグソーはこの中にあるんで、さっき音符だけ取って行きますか。うん、OK やね。じゃあこの中に入ってジグソーを回収しましょう。でこの音符もね、これ細かいところにあるからね、こう泳いで行けないこともないんですけど、ほぼダメージ食らうことが多いので、こちら安全かな。で、これジグソー全回収。で、音符も入った。これで全回収ね。はい、なんとかこのステージもクリアできました。じゃあステージの外に出ましょうかね。はい、じゃあステージの外にやってきました。で、うわ、来た来た来た、あたら、もうこいつ邪魔やな。やめろ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 、痛いって、死ぬ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 。で、あそこやね、さっき開けたところ、ちっちゃい穴が開いてるんで、そこに行きましょうか。で、こう行くと、何やらいびきかいてるやつがいるね。こいつマンボがいるんで、変身といてもらいましょう。で、倒して回復だけしとこうかな。じゃあここ開けると、パネルがあるんですよね、波のマークの。これを押すと水がね上がるんですよね。で、何かしらトラウマなステージが見えましたね。で、これでやっと次のステージの行く道が増えましたね。じゃあ、また次回の、一旦これで終わりましょうかね。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。